こんにちは、グッズサンチ始まりました。さあ、今日はもういきなりですが外からスタートということですね。これ堀川という、以前カヌーをやった、堀川ですね。その今日は朝日橋という橋に来ております。で今日はこんなものをちょっと用意しました。こんなものってどこに何を？いろんなものがあったじゃないですか、はい、マックだった時に。そうこれめっちゃ、ま、めっちゃ真顔や。自転車のチャリこいカヌーの並走で、うん、自転車でずっと川を下ってやってました、はい。その時に自転車で行くこの堀川沿いにはいろんなお店があるっていうのを気づいて、いいです。そうやってだから前はこれで行ったけどもう一回同じルート今度これで行こうみたいな、はい、そういうの好きですね。堀川をどんどんこすっていきましょうよ。今日のグッサンチは堀川沿いを自転車旅。うわ、みたいな。名古屋城近くの朝日橋から熱田区の宮の渡し公園を目指しおよそ7キロをのんびり自転車で走ります。グッサン堀川沿いをリンリン自転車旅。じゃあ行きます。よっしゃ。グッサンチはご覧のスポンサーの提供でお送りします。やっぱチャリンコいいですよね。うん、すごい気持ちいい。遠藤寺、ああそうだそうだ、ここ。あ、本当だ。なるほど、そうやって見えてくるね。店がずらって並んでるような、ほうほう、ちょっとブラジル街みたいなところがあるんですけど、行きますか。ちょっとそっち行きますか。はい。え、いきなりそこにブラジル街？そう、あんまり知られないですけど。へえ。こちら左。はい。はい。また、あ、手前です、手前で。はい。よし。うわ、これ。はい。よし、あ、本当だ。あ、ここがまずほら、あ、すごい。わ、ほんまや。堀川沿いから一本東側に入ったこの通りにはブラジル総領事館があるため、数年前からブラジル系のお店が増えました。地元の方はもちろん海外の方も多く行き交う通りなんです。へー、あ、ここは何ショップ。こんにちは。あ、こんにちは、お店の方ですか。あ、お邪魔します。いや、綺麗な方だ。すみません、お邪魔します。うわ、すごい。へー、あ、なんか店の匂いがもうなんかねえ、こう外国来たみたいな感じの。あ、全部これそのままですか、あのブラジルの言葉で。これ物は全部やっぱブラジルからのやつですか。全部ブラジル。あ、すごい。思わ、ブラジルのアンテナショップだ。すごいな、思わぬところにこういうブラジルの。あ、全部いろいろ飲み物とかも全部向こうからのね。あ、おいしそう、こんなんとか。ほら、グッサンがやってきたのはいわばブラジル版のコンビニ。日本ではなかなか見かけない現地直輸入の食品やお菓子がずらりと並びます。ブラジルので一番人気あるのはどの辺なんですか。うーん、全部美味しい。全部美味しい。そう、チョコレート美味しい。チョコレート、あー、青、これ、あ、これ、そうそう、あ、じゃあこれ、じゃあこれください。このお店はいつからあるんですか。ここは、日本語少しだけで。あ、全然。10年あ。日本のお客さんも来ます。あ、そう、はい。あ、そうですか。あ、事務所ね。はい。あ、へえ。教
憩ね、休憩でビスクイーツ、チーズパン、あ、本当にパンを食べたりとかねえ、ありがとうございます。あ、レストランチあります。ブラチレストラン、はい、あ、それ行きたい。この並びにですか。すみません、ブラジルレストラン教えてください。あ、はい、あ、すみません、店大丈夫か。ええ人やな、ええ人や。あ、すごいすごい、うわー、だ日本語が全然ないやん。あ、すみませんね、ありがとうございます。はい、あ、こんにちは。あ、こんにちは、どうもお邪魔します。すみません、いいですかね、お邪魔します。どうぞ、入ってください。あ、奥広いですね。すみません、お邪魔します。ブラジル料理のレストランプラネタグリルはランチ時には連日満席の人気店。日本人も多く訪れています。その理由はブラジル出身のコックが作る本場の料理がお手頃に味わえるからなんです。ブラジルっぽいのんっていうのは、でも個人的にはチキンステーキグリルもうまそうやけどな。これイチボステーキっていうのはなんか聞いたことないですけど、それが柔らかい、柔らかいし、あとお肉と油が吸ってるから、ああ一緒に食べると味が。ナンバーワンのやついきますかね。はい、じゃあイチボステーキグリルを、はい、作ります。はい、このお店のランチはなんとサラダ、ライス、スープが食べ放題。ブラジルの代表的な家庭料理フェイジョンは豆と豚肉をシンプルに味付けしたご飯にかけるスープ。日本人向けの味噌汁や種類豊富なサラダは女性客にも大人気。ちょっとじゃあこれ、だってこれ食べ放題だったらもうこれだけで十分お腹いっぱいになりそうだけどね。確かに。うわー、美味しそう。うわ、もうこれがメインなんて思ってるやん。じゃあいただきます。やっぱり豆料理になるんですね、こっちのブラジルとかね。お肉も入ってる。いただきます。美味しい。あの、やっぱり日本にはないですね。お肉が結構ドロッとしててコクを生み出してるんですかね。お待たせしました。これめちゃめちゃ美味しいですね。はい、ありがとうございます。うおー、センサーって安いよ。あ、すいません。このボリュームで1300円。牛肉の中でも希少な部位イチボをたっぷり 200g、 脂肪分が少ないのに旨味があるのが特徴なんです。こんなんもう、これ肉、これ、うわ嬉しい。こんな感じで出てくるお前だったら、でもさ、好きな感じで、この肉肉しさ、肉肉しい感じですよ。いただきます。うん、うん、うまい。あの、ちょっとね、固めです。しっかり歯ごたえです。これがうまい。肉食ってる感がすごいありますよ。うん、最高かもしれない。また出会っちゃった。最高っすよ。全然知らなかったブラジル料理、美味しかった。Mmm.